州は一つ。久留米がすりの人間国宝の祖父を持ち、明治時代から続く工房の五代目として新たな伝統を紡ぐ松枝哲也、そしてその妻小夜子、匠の蔵。哲也さんははい、まあ、おじい様が人間国宝というこの久留米かすりの家にお生まれになって、はい、もうこのなるべくしてなったという感じですか？いやいや、うちの場合はですね、はい、祖父がやってたんですけど、食べられない時代があったらしくて、父がやってないんですよ。母はずっと手伝いはしてたんですけど、そういう中での私だったもんですから。久留米がすりの世界で生きていこうと決意し、デザイン系の大学に進学。デパートで、はい、その機織りの実演を見てしまって、そこにこう一本の糸がこう絵の具のようにどんどんと入れていかれて、こう布地ができていくっていうか、なんかすごく魅力を感じて。小夜子は絵画を志していたが、独学で織り始め、哲也と出会い結婚。二人には忘れられない一着の着物がある。南太平洋の国キリバスへの祈りだ。キリバスという国がその地球温暖化で沈む島だっていうことをお聞きしまして、これは何か私たちも何かの形で残したいっていう気持ちで、このかすりを作りました。田原さん、今回の匠松枝夫妻と出会われていかがでしたか？松枝さんご夫妻のお話を伺っていて、藍染めっていう言葉が出てきた時のその愛がね、何回かこうラブの愛に聞こえる瞬間がありました。そんな風にこうお二人のハーモニーで織りなされている久留米かすりの世界を存分に味わうことができました。